皆さんこんにちは、ペソでございます。光栄スーパーマージャン大会60回目になりましたね。やっていきたいと思います。で、前回からこちらの渋沢光さん、宮本武蔵さん、で小宮さんの3名とねやってるんですけど、小宮さんが絶好調ですね。で、私の方は結構裏目に出てる状態ですね。これは久々に厳しいね。さあ、ごめんなさいね。親は小宮さんね。どれをどうも活かせる動きになりそうな雰囲気ですよね。ここはスピンからいきましょう。まあ、化けて6、7、8ね。3色、7、8、9でもいいんですけどね。パワーがかぶるか。早いね。カンパッソ待ちか。メンゼンツもトンですね。トン2曲ですけど、ドラ2枚でね、特急券いただけるかもしれないね。いただきましょう。3色と覚えてなかったかな。このゲーム、まあ満貫確定なんでね、上がりやすい手で仕掛けたいですよね。ローピンがポンできればね、楽。トイツチックな感じですよね。ウーアンギリか。ここだね。はい、ウパワー待ち。パワーはないんでね、ローピンなければトイトイがいけますよね。はい、トンドラさんね。はい、トン3曲。またもや、そうですね、こっちがトンがね、2枚目までちょっと我慢したいね。あら、ウーピンか。トイトイ系に仕掛けれれば。それでもね、トン鳴かないと。ドラ乗っちゃったよ。なら仕掛けるべきですね。早い。はい、ということで、シャーのみか。壁ですからね、押さえておきましょう。はい、で、E1 サンズね、トイトイドラドラ、おやまんですね。今回はいい。ここもね、親ですからね、早上がりを目指して攻めていきたいな。まあ3色狙うね、色気は全く脱出は全くないんで。で、ドラ引っ張ったね。
ね、リアルマンね、神茶出してくれれば。あー、そこか。はい、カオピンね。白一丁でも全然いいんですけどね。はい、白一丁2級かな。ただどれを打ち回せば早く仕掛けられ、ああ早いね、やっぱりロソギリーチロソ通るけどこっちだな。マンズですね、ド本命は。ロソもパッソも、ああ積もっちゃった。うん、やっぱりマンズ系でしたね。はい、リーズも一丁ランク戦2戦ですね。はい、難入です。うん、ここはね618狙うよりは素直に染めたいですね。泣いてもいいんでね。おー、リャンソチーか。流単金なのを目指してるんですけどね、シャタキでもいいね。あー、ロピン2枚か。うん、ちょっと保険置いときましょう。はい、あー、ウッパッソね。チュンのみですね。安いよね。うん、ここも固めていきたいな。あーね、345の方ですよというなんか誘いが来てるんで。白のみですね。さあ困った、こっちですね。もう何からいきましょう。射程なんですよね。あー、そっち拾ってくる。ほう、うん、イースワンの、はい、ビーフですね。リーチしなかったのはローワンをちょっとね待ちたかったっていうのがあるんですけどね。さあ、小宮さんへこましたいな、ここまで来たらね。もう泣くのが嫌とか言ってる場合じゃなくなってるんで、ペンチャッピン欲しいね。
きましょうか。スーチャッピーね。はい、リーズもピン風ですね。あー、追い上げてきたね。さあ、勝負つけちゃいましょう。おー、ドラか。こっちの方が面白そうだね。貼りましたね。本一いいペー。おお、積もるか。はい、積ものみですね。あー、なんとか半分取り返したね。はい、ではこの状態でラッシュに行きたいと思います。当然ね、小宮さんからの差し馬になりますよね。ほう、まあ、チャンスは取るのは当たり前ですよね。三色系ですよね。あー、今かぶんのか。うん、パックあるんでね、切っていきましょう。はい、でチューン内で、もうロッキュストでもね、カンパピーでも OK なので、3色ですね。白3色一丁。あー、積もった。はい、チュンドラドラ残酷ですね。1200。こっちからいきましょうか。ちょっとね、野暮なことはしたくない場ですね。あー、イカちゃん引っ張ってきたね。一応テンパイ取ろうか。うん、そうですね、これで一通が見えてくるんで、E1、U1 で。あー、これで上がれてたな。ああ、もちろんつもりですね。はあ、言わん切りか。リーズも一丁ですね。
ちょっと厳しいね。ゴロチの3色っていうところで仕掛けたいんですけどね、ビジョンがわかんかったな、これは。パピンにマイケルというか、こっちでいきましょうか。で、スソロソ引くか、イースチャピン引くかですね。ほう。すっぴん切り。フリテンだけどね。セーフ。はい、ツモピンフ一丁27ですね。リーチはできないな。68の3色目をちょっとちらつかせてる感じなんですけど、チャピンがドラなんですよね。やっぱりこっち系積もってくるんで、下目から払う形を取りたいと思います。一応射点ですよね。4、5、6、7、8、いや、いいでしょう。こっちですね。で、パスを払っていきましょう。まあドラはね見えないので、スチャッソウーパーはね、ただ次来たらもう残り7、悠長には構えてられないね。よいしょ。はい、ウーパーは待ちですね、宮本さん。あ、小宮さんはね。で、こっちは、スワンチュッソの薬なしシャボテンか。勝負に出る場じゃないんですよね、ドラか。ドラも大丈夫ね。ウーピンやばいね。イースワンが2チャンス。ピングか。リャンウパピンね。リーチのみか。そうですね、リャンワン引っ張ってくることをちょっと期待して、こっちから払いましょうか。で、カンリャンワンにして、違う、チートイツか。2、4か。
親のチートイなんでね、のみは。はあ、こいつは。そうですね、白はあまりね、泣く場所ではないんですよね。2、3、4でもいいんですけど、カンちゃん嫌なんでこっちから払います。うん、手広くかばえたいんでね、白のみとかちょっと避けときたいですね。まだそんなに何をしているわけじゃないですからね。そうね、3、4、5とか来ないんだったらこっちで待つのも。はい、リンピン切ってスーチーワンサブロスを待ちにしましょうか。あー、積もっちゃった。はい、初のみですね。ちゃんたまではね、伸びなかったみたいね。はあ。またえらい自敗を泣いてくるね。3色でもいいんですけど、竹のしもめがねやばいんで。ああ、そうですよね。こっちから行こうか。ああ、そういうことかね。ああ、やっぱりそうか。あ、安くはないか。まあしょうがないですね。ちょっと勝負手になってきてしまったんでね。あら、第3ゲーム狙えた。おお。はい、これでウッソチャッソパッソです。はい、チュンドラさん、おやまんですね。ああ、なんとか小宮さんに追いついてきたね。まあ綺麗に仕掛けたいね。ここはこっちから行きましょうか。あー、3、4、5、6、7、8か。あら、ロスかぶんのね。ギャンワンで待ちましょう。親ですからね、ダマでいいですね。はい、出ましたね。ピンフドラドラオパチ一本歯、6100かな。方によっては早く上がれそうですね。うん、あら、そっち引っ張るんだ。いや、こっちか。
ロ水のね、ついでにローアンボスなんでね、いうか城掘ったら超やばい。あー小三元か、怖えはい、本日小三でハネマンですね。わー高三やるなという面考えてるね。もう張ってるかもしれないね。ここはね、イーペイを待つよりサブロー中盤で仕掛けた方が面白みがありますよね。中盤2枚、3は2枚、3枚か。あ、ローアーマーと2枚。わあ、形勢が悪くなってきたな。あー、ロッソー。あー、違う。タンヤオか。サブロッソですね。ほぼ横一線で南三局。通りね、ドラは引っ張ってくれましたよ。うん、甘露は。ありましたね、チャスパッソのシャボ受けですけどね。うん、これでリーチかけちゃおう。はい、ロックソですね。ロッソ高め。あー積もった。これでどうなった。あーなんてこったい。さあ、オーラスですね。これで一応医者点か。あったな。もういいや。ローチューピン。ローピンならタンヤオですね。はい、メンピンですね。なんとか差し馬もらって2茶で終われましたね。いやー、出向さん強かったね。最後は。はい、で4戦終わって、なんとかマイナス1でね、被害済みましたね。終始はこんな形です。あー、コウさんがプラス36、小宮さん128で、私マイナス2という結果でしたね。はい、それではですね、今回ここでお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。そうですね、またプラスのね、CPU いたと思いますんでね、次はその3名とやってみたいと思います。お楽しみにしておいてください。ではさよなら。